はい、ダイジェストバーン、ダイジェストバーンの時間がやってまいりました。やってまいりました。さあここはどこでしょう。今ここは、ここは車の中、車の中だけど、ここはどこ走ってるんですか。ここは Q155。 新しい試みですね。はい、あっちになんか国蔵さん見えますけど、国蔵さんね、見えるけどどこ向かってんだろう。そうね、これからどこに向かうんでしょうか。ついてからのお楽しみ、お楽しみ。さあ今日もさすがに私は大鈴屋の豆乳、豆乳パチ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 。青木さんはそれしか食べてない、飲んでないっていう噂が。そう、豆乳で生きてます。豆乳で生きている。もう真夏だよね。真夏真夏、もうまだ暑い。もういつまでこの暑さは続くんでしょうかっていう。明日ぐらいまで、明日くらいまで。さあトンネルを越えると、そこはと札幌ビール、札幌ビールですね。なかなかいい映画撮れてますね。なんか面白いね。そうですね、モニターできるからいいよね、うん、例えば撮影しているのは iPhone5 で撮影してますね。おー、しかもこれは魚眼レンズになるんですか。これ魚眼170度広角レンズですね。そう、iPhone でも持つ一眼レフみたいな感じで、ズームレンズとかっていうのもこれから発売されていくみたいです。すごいところを走ってきますね。そうですね、おうおうおう、まるで阿波和神社に行くような感じ。あ、こんな感じなんですか。阿波和神社、阿波和神社はもっと急ですね。もっと急ですか。とんでもないところですね。峠道になるんですか。そういう、うーん、まあ登れないことはない、まあ、結構いい道じゃん、うん、なんかうなってるぞ、俺のスーパーカーが、スーパーカーが、フェラーリがうなってるぞ。おー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 、すごい、なんかいい絵になってますよ。絵になってる、いい絵になってます。景色も映ればいいんだけどね。映って、ね、それはちょっとよいしょっつってもね、よいしょ。すみませんね、カズ君が重いもんでね、なんつったって体重130キロぐらいある。いやいや、そんなないないない。その半分。半分ですか。最近僕はね、61キロ台になりました。61キロ。はい。僕よりも少ないじゃないですか。去年、嘘。ああ。去年からダイエットの成果が実ってですね。ああ。去年69キロぐらいあったんですよ。おうおう。うん。ただ今61キロ台。なんかすげえいい景色じゃん。そうですよ。どうなっちゃったの。ここ今どこ向かってるんですか。これはもう天国。まさか高草山とは言わないよね。高草山とは言えないですね。天国の階段、天国への道が。そうです、この道なんだね。もうそうなんですよ、これ天国までの。でもすごいいい道だね。いい道ですよ。すれ違えちゃうじゃん、これだと、はあ、全然いいですよ。全然いいじゃん、はあ、いつでもどこでも、いつでも何でも誰とでも行けちゃうね。うんうんうん。歩いても行けちゃうね。ああ、そうですね。その登山ルートが別にあるんで。あるんだね。はい、ね、男同士で行くっていうのもなんかおつなもんだね。まあそれがちょっとなんかのりさん的にはウケるんじゃないんですか。ウケちゃうのかな。ここ右です。大丈夫ですよ、のりさん。手つないで、あの山登りはしませんから、ね、しませんから大丈夫です。誤解しないでください。ここは10回以上ですけどね。はい、10回、はい、なんつったって高さがすごいですよ。高さがすごいですね、うん、何メーターぐらいあるんですかね。うん、富士山がでもあれでしょ、うん、なんとかタワーよりも低いでしょ。なんだっけ、スカイツリーだっけ。いや、そうですよね。スカイツリー何メーターだっけ。武蔵、そう、武蔵634メートル、よりも低いでしょ、うん、この山って。もしかしたら、もしかして、え、お、え、え、この山いくつだ、わかんない。いや、スカイツリーよりは高いんじゃないですか。すげーな。いや、高いですよ、高いですよ、絶対高い。景色がめちゃくちゃいいじゃん、うん、焼津にこんないいとこあったの。そう、ここはね、すんびんばらしいね。もしかして、もしかしたら、ここは高草山とは言わないよね。そう、お楽しみに。いつまで、あの、それを貫けるかというのが、そう、景色を見てからのお楽しみ。そうなんですよ。暇な人間が2人揃ってどこへ行くだかって思っちゃうけど、うん、すごいいい景色だね。いい、今日天気いいもんな。そう、昨日雨が降って、まさにもう今日は富士山見えるかもしれない、ね、いや、富士山は見えないんですよ、残念ながら。あ、見えない、位置的に。あ、はい、そう。でも山頂って書いてあって、そう、山頂までは行けないんですよ、残念ながら。あ、そう。
歩いて行けるでしょ。歩いては行けますね。家族に来てもらおう実は山頂まで行ったことないんですよ。あ、ないの？ない。なんで？やっぱり車で来てるんで車で行けないの？車で行ってどうなの？俺何回も車で行ったことあるよ。あります、山頂裏から。ああ、裏から。裏からだと静岡の方から。そう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 、マリコの方からね、うんうん、すごい景色いいですね。接近接近、そうそう、水平線から地平線はい、寸貧ばらしいね。寸貧ばらしい。海も見えて、海も見えて、山も見えて、ね、このままアメリカまで見えちゃうんじゃないかっていう。まあ、富士山が見えれば申し分ないんですけど、うん、まあ、ここです、ここです、到着。ここ駐車場あるんで。あ、いいとこだ。ここ、はい、ここ駐車場、ここ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 、はい、ここ焼津市坂本じゃん。坂本。平成6年度県丹、県丹緑の農村整備事業上吹団公園。公園で公園着いた。大筋屋の投入投入していきします。はい、そう、ここ投入、ここ投入じゃない、そう、ここが焼津市坂本笛吹団公園です。到着です。じゃあ